Fellow attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. この時間は京都サンガ FC 対ジュビロ磐田、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはイーフトボールスタジアムで行われます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。シュート、ゴールサンガ早速決めてきます。いや、いきなりですよ。ムバッペ、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いや、パスからのシュートの流れが素晴らしかったですよね。やっぱりゴール前はこういう一瞬の判断が勝負を分けますし、ゴールに向かう姿勢が決定的なプレーにつながってきますよね。ディフェンダーとしてはちょっと対応の難しいゴールでしたね。さあ、京都この時間に先制に成功です。いや、これはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし、自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね。ジャミー、上原へ、遠藤、古川、遠藤へ、鈴木へ、ジャミー、積極的な守備を見せます。これはファールではありません。危ない、オフサイドですね。京都がこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。リズムが出てきますよね。多いパスでつないで攻め込んでいきます。ランチからムバッペ、抜けてくる、これは合いません。メッシー、大津、遠藤、狙った、さあ来たか、さあここでカウンター、ミドル、いやポストの左です。まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。京都が今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。今のはシュートミスでしたけどもね、簡単にやられすぎですよね。大きなピンチから目を覚ますことがあると思うので、ここからは集中してほしいですよね。ペレイラ、この試合アシストを記録しています。そのまま行くのか。ロベルト・ペレイラから中、メッシー、正確なキックを持っています。これのコーナーも読めませんからね、どこ来るか。ですよね。松本、京都は素早いカウンターを得意としているんですが、どのあたりが注目でしょうか。そうですね、前からどんどんプレスいきますからね、はい、そのあたりのトランジションの速さにも注目ですよね、はい、しかしこれは運動量も必要ですし、90分間やり遂げるというのはちょっと大変な戦術ですよね。スタミナもいりますし、選手同士が連動しないとうまくいかないですからね。そう簡単にはできない戦術ですよね。なるほど、チームとして戦術がどれだけ浸透していて、かつ徹底できる。レイナー、ミューラー、いやー、これはナイスセーブ。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても、相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。大津、さあ左へ預けて、ジャーメインからリカルド・グラッサ、このボールに触ります。鈴木から大津、メッシー、
ボールを受けてシュート、ミューラー、おっとこれは松本、遠藤、上原へ、大津、ここはつながりません。上原へ、ジャミー、上原へ、ロベルト・ペレイラからムバッペ、リカルド・グラッサ、伊藤、京都はこのファーストハーフ終盤までリードしつつ相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。素晴らしいと思いますね。前半このまま終えてセカンドハーフもこのスタイルを保っていきたいですよね。シュート、いやわずかに左へ逸れてきます。いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。ラビオ、積極的なディフェンス、ここでファールがありました。レッドカード、岩田、残るは10人となってしまいました。42分です。上原、遠藤に渡る。 There will be one minute added time。ヌーノ・セケイラ、ファーストハーフアディショナルタイムに入りました。ペドリ、左上がっていく。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。45分間戦って1対0。さて北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。京都としては格下相手にこの点差で納得するようなチームではないですから、後半も立ち上がりからどんどん来るでしょうね。京都サンガ FC 対ジュビロ磐田、京都が1点を先制して後半を迎えます。ではセカンドハーフ見ていきましょう。京都 1-0 リードです。これは合いません。上原、右サイドへ振って、ここは守備の対応。デルピエロ、メッシが受ける。さあ一気にカウンター、ムラッペからロベルト・ペレイラ、スペースを使う、どうだ、チャンス、シュート、きた、追加点、京都、ムラッペ、これでチーム加入後10得点目。まさにタイミングでの勝利ですね。北澤さん、ギリギリの飛び出し見事でしたね。そうですね、タイミング素晴らしかったですよね。一瞬の判断だったと思うんですけどもね、お互いに息ぴったりでしたよね。ムバッペ、今日2点目です。さあ京都、さらに1点を追加し2対0としています。京都としては大きな1点になりましたよね、はい、2-0 になったことでゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じていると思いますけどもね。なるほど。古川、裏を狙う、さあ裏を狙っていきましたが、これは打つ、レニアン、さあこぼれた。いや頼もしいですよね。これ止めちゃうわけですからね、まさに守護神ですよね。The attendance for this match was 71,898. ダビオ、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。京都としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとして。さあ来た、
た。切り込むか。シュート。いや、追加点。京都。これで3ゴール差になります。素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ、タイミング完璧でしたね。あそこに出てくるパスも素晴らしかったんですけど、受けてもよくスペースを見つけてうまく入り込みましたよね。ディフェンスとしてはやられたって感じがするでしょうね。ナンバー7サブスティチューション。さあ京都、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ペドリからムバッペ、遠藤、いい守備で奪う。大津から金子、おっとこぼれ球。さあカウンタースピードを上げたいところ、裏へ出るか、飛び出した。デルピエロからペドリ、自分で行く。ここはいいプレスで奪います。古川、さあ大津、京都カウンターを仕掛けていきます。さあ繋がるか。さあムバッペ、シュート、いやー追加点、京都容赦ない一発。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあ共に選手交代があるようです。さあ京都現在圧倒的な強さを見せています。ワイドに展開します。ここは繋がりません。ヌーノセケイラ、裏を狙っていきます。上原から鈴木、一気に前線にボールを送る。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。抜けてくる、奪います。金子から右へ、ここも固い守りでボールを奪います。なんだでしょう、ボールを奪いに行きます。裏へ届くか、大津から金子、金子から右サイド、さあ大津、なんということでしょうか、 PK か、どっちだ。京都ペナルティーキックを与えてしまいました。抗議の姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。いやかなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。ここは決めなければなりません。はい、外すと流れ変わる時もありますからね。決めた、1点返します。非常に落ち着いていました。しっかり逆を狙ってきましたよね。いいキックでしたよね。さあ岩田、一矢報います。京都もう無理にはいきません。パバール、ペレイラ、さあ右へ預けて、奪ってからパバール、さあ打てるか、上げてくる、どうだ。京都としてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。鈴木、伊藤、ここは競り勝ちます。シュート、決まった、追加点、京都。ムバッペ、ハットトリック達成、期待を裏切らない素晴らしい活躍。いや今のは非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。
そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたよね。シュート、惜しくもシュートが外れたところで終了の笛。5対1、京都勝ちました。大差での勝利です。ムバッペ、このゲーム見事ハットトリック達成です。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか？京都としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。京都が4点差をつけての勝利です。